10月20日に招集された臨時国会の直前突然のように期限付き所得税減税の検討を自民党に指示した岸田文雄首相ここに至るまで相当のドタバタがありましたもともと自民党が10月末までにまとめる新たな経済対策に所得税減税と法人税減税を一緒に盛り込む提言を準備連立与党を組む公明党も同調していました しかし、首相サイドが各マスコミの世論調査で内閣支持率が発足以来最低になっていることや衆院の長崎4区補選と参院の徳島・高知補選で苦戦が伝えられたことから所得税減税を打ち出してアピールしたいということになり党が案を引っ込めたい気殺があります自民党の旗振り役だったのは世耕弘重参議院幹事長。 そのため永田町では首相にはしごを外されたとの声も聞こえていたのだが、その世耕氏は10月22日、大分市内での会合でこう挨拶した。所得税減税は来年夏のボーナスぐらいに間に合うようにする。手取りが増えたな、減税になったな、と分かるような対策を取っていく。 世耕氏は自信を持って語ったのかもしれないが、来カのボーナスというスピード感のなさに、国民の間からはむしろ失望の声が上がっている。実際、ネットニュースのコメント欄にも、何を寝ぼけたこと言っているんですか今が、しかも、ボーナス、ボーナスなんてもらえない派遣社員やパート。 アルバイトの方々は置き去りなんですね1年以上物価高続いていて食費を削ってるのに効果は来年ってわらどこまでアホなんだその来年の夏までにどれだけ貧困層が増えるのかね冬場は暖房費もかかるしねなど絶望するような書き込みが多かった野党議員の秘書がこう指摘する物価の高騰による実質賃金の目減りで 国民生活は疲弊しきっています明日にでも助けを必要としている方がたくさんいるのに法改正が必要とはいえ自民党の幹部から来年の夏という言葉が出るとは驚きです首相は常々スピード感を持って山積する課題に一つ一つ決断を下し対応してきたと言ってきましたが結局は口先でしかなかったことがよくわかります 10月20日消費支出のうち食費の割合を示すエンゲル係数が40年ぶりに26%を超えた塗装務省が発表した食品価格の高騰で庶民が苦しむ中岸田首相ののんびり感により一層苦しみが強くなっている以下はネチズンのコメントをまとめたものですそれまでにはこの男は政権を追われていると思いますが 本当に現実認識能力のかけらでも持ち合わせているのだろうか異次元の少子化対策とかトリガー条項発動もやらず霞が関官僚の言いなりの異次元のノロマは一体どういう良犬の持ち主だろうか無駄な時間と税金を使うのを止めてまず無駄な歳出を削減したり議員定数や歳費を減らしたり。 霞が関の官僚らが蘇生乱造した天下り先を取り潰すなど行政側がまず身をもってコスト削減に取り組むべきだと考えますそれをやらない限り国民から支持されると期待する要素など万に一つでもあれば良い方だと思いますねもういい加減に辞任してくれよ我が国の善良な国民は消費税やガソリン価格物価高で苦しんでいるのに 海外には岸田だけで数十兆円ばらまき、敵対する中国人や留学生には230億以上の奨学金支出。我が国の学生には奨学金融資は令和元年でたったの138億、どこを向いて仕事をしているんだ。今年の4月には国連が我が国を貧困国に認定した。外国国に支援するなら、国民が先だろう。 そしてまた、外資のライドシェアを導入し、我が国のタクシー業界の10兆円を解放しようとしている移民もますます増やそうとし、日本をどうするのか、ドイツのメルケルも移民との共生は可能と発言し、100万人受け入れたが、ケルン大聖堂前で暴徒化した移民に、若い女性が強姦され、メルケルも自分の失政であったと認めている。 国民のための政治ができないのなら、すぐに議員辞職してくれ。このままでは、日本崩壊だ。所得税の減税するのに来年の夏とかありえない。税を上げるのはすぐ対応するのに、減税対応は足が遅い。岸田はこの程度のことを減税アピールしているが、これで国を立て直すことはないし、税を上げれば解決こともできない。 30年経済停滞してるのに、いまだに税を上げればいいと思ってる政府は、本当に終わっている。本気で経済上向きにするには10年以上消費税などの他の税減税、円高にする方向にし、増税での税収ではなく、国民の消費による循環型の税収にしない限り、子供政策なんてしても意味ない。 岸田は所得税の減税程度のことで経済経済言ってる時点で今までの増税海外に流した28兆円など考えたら国民に鼻で笑われる長崎の選挙を勝たせてしまったから自分はまだいけてると判断したのでしょうか長崎の選挙でも負けたら危ないと思うかもねそれにしても投票率が低い。 2002敗だったら総選挙は衆議院の任期満了までしないだろう。2勝だったらすぐ総選挙で、若者が選挙に行けば自民党は大敗、岸田は辞任となるのだろうけど、1勝1敗は微妙でどうする気か。こんな増税、社会保険料増で反乱が起きないのがすごい。 若者の支持率が10%以下で10%もいるのか若者が退去して選挙に行けば自民党が痛い目に遭うのだろうけどなんで選挙に行かないかね何がびっくりってこんな間抜けな発言をしている内閣支持率が30%弱もあるってことこれも異次元の数字と思ってしまいます一般庶民の感覚では1から2%かと思いますが しかし次の選挙でまた自公政権が続いてしまうような気がする。支持する人は投票して諦めている人は投票に行かないからな。みんな投票に行って自分の考えが国政に届くようにしたいものである。三国志でおなじみの「公金の乱」。その時代、皇帝はまだ幼く、側近の役人たちが贅沢できるように皇帝を操っていたので天下は乱れました。 多分、日本も今この辺りじゃないですかだとしたら早めに手を打たないと政治は乱れると思います政治家も官僚もお金は大事にするけど時間は大事にしないからな補助金は45種類あるけど順調にいっても補助金が入るのは半年後だから利用する気が薄れる先出だ出し報告義務もあり手続きも面倒です ボーナスへの還元を期待するなら、社会保険料をボーナスにかけるのを止めるべきです。賃金はいくら業績が良くてもそう簡単には上げられませんが、ボーナスなら一時金として上げやすいのです。2003年までは、ほとんどボーナスにかからなかったため、賃金はさほど上がらなくてもボーナスで社員に還元することができていたのです。 いわばボーナスで社員に還元することに、政府が罰金をかけているのと同じです。まずは不要な罰金を外すことからでしょう。